はーい。エクストラハードモードよ、なかなか。この交差点？いやー、ハードね。うん。ちょっと何で高すぎません？これ？こんなグーグルナビ？ここって出とんの？え？いや、これらしい。いや、こっちはスクールゾーン用にありしたらですね、もう早く車の通るスペースが。やっぱりアルファードは無理やね。なあ。頑張ってもはだろ、これ。細すぎるもん。ああ。で、この道を、これ？にわかに信じられるやつ、遠いし、山道だし。おいおいおい。ねえ。まあ、また、フルやれですね。この辺りは、富田林市か。ええ。なるほどな。富田林なんや。変わってなかったんじゃないんや。よく分かってない。いや、もうね。肩に着いた怖いな。同じ滝谷ってなっとると全然変わってんだな、これ。あんに、歩こうなんて思うところじゃなかったな、これ。よいしょ。まあまあ、まだ。ですかね、だって軽でこれよ。これはすごいな。おいしそう。うわ。開いた。結構登るんやな。あの歩道と渡せたらいい感じか。これ地図なしは無理、ナビなしは無理よ。よし。ちょっと歩道らしい歩道に入った。全然遠いね。俺って国道をパスしかなかんのや。遠いな。なんて歩こうと思ったな、これ。で、これはショートカットできる感じか。いや、全く関係ないね。あー、なるほどな。そこか。いやー、どうなってんだ道が。案内もだって泉佐野とかなってるもんな。あー、もうマスク死んでる。あ、ずっか。ごめんなさい。でも楽しい。はぁ。ひげ剃ってね。あ、そっか。昨晩あそこでそのまま素泊まりして。そう。ひげ剃りを持ってきてなかったからね。
ああ、じゃあそれは国道はそのまま渡ったりか。はあ。はあ。富田林も市議会議員選挙やってるんですね。はあ。市長さんは無投票だったんだ。はい。なるほど。ああいうふうになるんだ。そっか、無投票のになっても、ポスター一応つく、そっか、つくとかなあかんのか、無投票になるかどうかわからんで。それはそれ大変やね。ああ。あれ？こっち？いや、こっちでいいんだ。はあ。え、ポーズからまだまだあるぞ。あ、わかりにくいぞ、これ。まあでも、こっから歩道あるし。難易度は多少下がるか。うん。この距離歩くんだったら、ワンちゃんあっち側に歩いていったら、いやー、そんなことないな。ダメだな。ダメだ。余計なこと考えやんとこ。滝谷駆動があるのは反対側の方だったんですね。これは何の出口？錦織公園。あ、違う。これで錦織。錦織。錦織。へぇ。錦織。錦織が多分、なまる感じでしょうね。まっすぐ行ったらこの中いいかな。公園があるんだ。ちょうど真ん中ぐらいなんですね。うわ。西小織。あ、こっちは西小織になってますね。ああ、ひらがなに書いてあるわ。西小織公園。今の時間は閉園してるんですね。平日は無料で止めれるけど、土日出荷640円なのよ。へぇ。いや、結構立派な公園なんでしょうね。これか。どういうこと？